はい、どうも、チチョンさんかのリーダー、テルシャンです。今回はね、シャドーバース、前回サカさんとやった時にメイフエルフを使っていたんですけど、メイフエルフのなんかデッキの構成だったり、回し方なんかを教えてくれっていうコメントがあったんで、今回説明しながらやっていきたいと思います。よいしょ。とりあえずフリーマッチ。何と当たるか。ああ、ロイヤルだね。先行。まあ、とりあえずこれ捨ててだね。まあ、ウォーターも捨ててもよかったかもな。まあ、相手はロイヤルなんで、とりあえず手札使わせきって、まあ、枯渇させましょうみたいな感じかな。いいね。とりあえずベルエン出して攻撃してターンエンド。 まあロイヤルなんで PP が6ぐらい溜まった時に乙姫気をつけましょうって感じじゃない。で、乙姫来たら、こっちにあれや、根源の回帰があったら使って、で戻させて、泥棒買いしていけばまあまあ勝ち筋が現れるって感じかな。で、今回このデッキのちょっと光の道筋の可能性があるなと思って入れてる実験デッキなんで、左側に編集でまた、デッキの構成出してると思うんで参考にしてください。ワンダイフ、おっと。 ねえ、ロイヤルでやっぱ重要なのってこういうドロー系のデッキなんだよね。やっぱキーカードが来ないとやっぱり積んじゃうから。相手も日本人。ワンダーエルフメイジとかをね、結構 何度も何度も使っていくと、よく回ったりするんで、その辺を考えながらって感じかな。んで、オッケー、左当たった。で、ワンダーも出してしまいましょう。ワンダー、2回、自分のターン中に2回行動していたら、ワンダーを出した時にファンファーレの効果で1枚カードを引けるって感じなんですけど、今はもうなんか、とりあえず出しちゃえと思って、場を完全に取ろうと思って出しました。で、相手は PP4 溜まっているんで、まあ、ここで何出してくるかだな。疾走系か。ホワイトジェネラル出してきましたね。まあ、ここでホワイトジェネラル進化させとかないと場は取れないんで、まあ、普通は進化させるんですが、進化させましたね。で、ホワイトジェネラル進化させてきたんで、ホワイトジェネラルでベルエン殴って、そうだね。おっと、顔面殴ってきた。まあ、交換になるから仕方ないか。ちょっとフェイス思考なんだろうね。顔面殴って導きで戻すか。で、処理できるかな。右、よっしゃ。 ほんで2回行動したか、俺。で、1枚引いて、エンシェントが来たから次のターン、これエンシェント出していいね。で、余ってるからフェアリーサークルも使っちゃって、手札補給。ターンエンド。ああ、失敗したな。今出したカードは1枚ドローなんだけど、場に、あれ、指揮官がいたら2枚ドローなんだよね。手札潤うっていう。処理しちゃってもよかったな、ホワイトジェネラル。あ、で、失踪出してきた。お、顔面殴ってきてる。マジか。いいのか。お、来た。本ゲーの回帰引いたんで、殴ってエンシェントでいいか。
待てよ。殴っていいね。殴って、で、こいつだけ処理して。うん。ワンダはとりあえず1枚だけ残ってればいいから。で、バーを4枚にしてエンシェントか。いいよな。うん、問題ない。結構ね、エルフ、最近使ってなかったから、考えるのに時間がかかってしまう。進化させの殴りのだな。で、相手はこの、あれだ、エンシェント処理しなければ、もうほぼ負け確なんで。おっと、猛襲入れてる。猛襲で処理してきて、どうするんだ？あ、なんもなかったか。で、ベルエンが墓地に行ったけど問題はない。殴って、戻して引きか。で、墓荒らしが墓地に行ったが問題ない。うん、あと残り HP 相手9だからね。あんまりキーカードとかが墓地行ったところであんま問題ないって感じやね。殴り殺せるかみたいな。OK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 。根源もう1枚引いたから、多分次あたりで、あれ、なんだっけ、乙姫出してきたとしても、根源の回帰で、バイバイだね。泥棒がもできるね。もし手札にあるんだったら。まあ普通にこれ、あれだ、虫とかリノセウスだっけ？手札引いた時点で俺の勝ちって感じかな。まあ予想通り、うん。乙姫を進化使ってきたから、これは次のターン根源で戻しましょう。泥棒ができる。まあ結構乙姫なんか OP だっていう声がね、多いけど、俺、ロイヤルも使うからわかるんだけど、乙姫そんな OP じゃないからね。結構もうロイヤルとかこうやってパターン化してるから、あれだよ、手玉に取れる。あ、殴るの忘れた。やらかし。今2ダメージ入れてたのに、もったいないことした。普通に最近ボミそういんだよな。あ、根源引いた。OK。ああ、もう一回出してきたね。ドローしたくないのかな。 まあもう根源がないと踏んだんだろうけど、残念ながら俺根源全部引いてしまってるから。で、墓地が12枚。普通に殴りましょう、今回は。殴って根源だな。いや、さっき殴ってきゃよかった、ほんと。もったいねえ。で、ああ、そっか。あれだ、ワンダーが消えてしまう。フェアリー出すか？フェアリー出して。待てよ。墓荒らし使ったところで1枚増えるしな。普通にフェアリー出して根源でいいか。これで OK だな。で、また戻させて、あ、相手の泥棒貝をして、こっちはワンダーで1枚引くと。リノセウス引いた。で、次のターン勝ち決定だ。うん、勝ち確、勝ち確。シールド、守護出してこなかったら勝ち確。あ、でも向こうも進化残ってるから、
PP も9だし、結構危ないな。失踪に、あれ、なんだっけ、アップさせるやつ、なんだっけ、レジェンドの、あれ重ねられて進化とかさせられたらちょっときついかも。11で2使って、リノセウスで進化させて、削り切れる。価値格ですね。まあ、このようにワンダーエルフを何度も戻して、出してを繰り返して、ちゃんとドローしていけば、まあ、事故ることはないんで。結構エルフ事故ると悲惨だからね。まあ、でも事故んないようにできてるから、エルフって。まあ、だからワンダーも3枚積みじゃなくて2枚でいいんだよね。戻して出してって使えるから。で、なんかいっぱい出してきたけど、これ根源あるし、これシールド出してないから俺の価値格なんだよな。新たな運命も引いたわ。顔面殴ってリノセウス。根源の回帰で恐怖を覚えさせようか。根源の回帰への恐怖を身に染みつけてやろうか。ほんで、こんな感じでワンダーエルフ戻して、今何ターンだ俺、何回行動した？ OK か。こうやってワンダー出して、ちゃんとドローしていくと。まあ、こんな感じだね。そうするとちゃんと回るから、エルフは。で、リノセウス出して、価値格。OK。GG。まあ、ちょっと意地悪してしまったけど。 まあ、これで、なんとなく多分、今見てもらったらね、こうやって回すんだよっていうのが分かったと思うんで。あとはちょっとデッキの解説していこうかな。勝ちパターンがね、3、4パターンあるんだ、エルフって。それの解説をちょっとしていきましょう。一回カット。はい、それではね、デッキの解説していきます。先ほど使ったデッキですね。まずね、1コスがウォーターフェアリーがこうやって2枚入って、エルフメイ、ベビーエルフメイに3枚。で、まあ、この自然の導き、フェアリーサークルなんかはこれ3枚必須ですね、この辺は。で、ベルエンジェル3枚入れてるけど、これに関しては2枚でいいかもしれない。で、光の道筋あんまり入れてる人は見たことないけど、これの効果としてカード1枚引く。で、他のカードの効果でこのカードが手札から捨てられたならカードを1枚引く。これね、新たなる運命と結構親和性が高くて、まあ、手札に置いといて、で、これ2コスかかるんで、わざわざ使わなくても新たなる運命で捨てた時にこうさらに引けるっていう。例えば、まあ、手札がそうだな、5枚あって、この光の導きが1枚ありましたと。 そういう場合に新たな運命使ったら手札が5枚じゃなくて6枚になると、そういう効果ですね。これ結構親和性高いんじゃないかと思って最近実験で入れています。で、新たなる運命3枚積みはこれも必須で、フェアリーウィスパラーは3枚だったり2枚だったりするね。で、はい、今回キーカードだったワンダーエルフメイジ、これは本当ね、優秀なカードで、はい、これこのターン中にこのカードを含めずカードを2枚以上プレイしていたならカードを1枚引く。まあ、これさっきやってたことやね。まあ、何か2回出して、1回出して2回出して、でワンダーエルフを出すとカードを引ける。ほんで、またワンダーエルフを、さっきは、なんだ、自然の導きか、自然の導きとか、で、あとは根源の回帰、根源の回帰、あった。根源の回帰で戻して、また出してって、これリサイクルして使うっていうのが、俺の中では、まあ強いんじゃないかなと思って、多分強い人はみんなやってると思うんだけど。まあ、そんな感じで、ワンダーエルフメイジはね、リサイクルできるから、3枚もいらないなという、ことで、俺は2枚にしていますね。多分3枚入れてる人あんまいないんじゃないかな。1枚か2枚だと思う。俺は2枚入れていいと思う、これ。引けなかったらもったいないからね、2枚で。で、リノセウス。これはもう必須だね。で、俺はリノセウスは2枚しか入れたいんだけど、これ余裕がある人は3枚入れた方がいいです。まあ、あと、で、説明するか。で、森嵐への報い。これもね、俺減らしていいんじゃないかと思ってる。俺はとりあえず3枚入れてるけど、まあ、3枚入れ、なんか他に、なんか例えばエンシェントエルフ、これもね、3枚入れた方がいいんだけど、俺2枚なのは普通に持ってないからなんだよね。だから、まあ、出せる人はエンシェントウルフ3枚にして、まあ、この森嵐への報いを1枚抜くとか、
もしくはベレンジェル1枚抜くとかだね。抜いていいのはさ、ウォーターフェリー、まあベビーエルフメイも抜いても構わない、2枚でも構わないって感じかな。とりあえずね、まあ全部説明しよっか。まあ、で、エンシェントエルフ、まあこれ普通にキーカードで強い、まあ、これ強いのはまあみんな知ってると思うか言わない。で、冥府への道ね、3枚積み、まあこれは流れてもいいようにだね。で、エルフプリンセスメイジ、進化時にフェアリー2枚を手札に加え、それらのコストを0にする。0コストのフェアリーが手札に2枚もらえるっていう効果なんだけど、進化した時に。で、エルフデッキって進化させるカードあんまないんだよね。エンシェントエルフ進化させとくか、リノセウス進化させて殴るかみたいな。で、リノセウス進化させて殴ったところで、爪の段階じゃないと次のターンだったらこれ攻撃力下がっちゃうから、3-3に戻っちゃうんだよね。なんであんまりリノセウス爪の段階じゃなかったら進化させなくていいなってなった時に、エンシェントエルフしか進化させるものがなくて、もしくはこのワンダーエルフメイジを進化させて、序盤で場を掴むっていう感じなんだけど、なんか進化余るなーっていうのが結構多々あって、進化余ってるけど勝っちゃうんだよっていうのがあるから、俺はエルフプリンセスメイジを入れておいて引いた時はこれ進化させるようにしている。で、ご存知収穫祭、まあナーフが来たけどこれは1枚ぐらい積んどいていいでしょう。ちょうどいい時にちょうど1個引けたら普通に強いです。まあ引けなかったら引けなかったで回るようにデッキは組まさっているので、引けなくても問題はありません。で、収穫祭がナーフされたことで時間稼ぎのためにみんな入れるようになった根源への回帰、これがクソ強い。これがクソ強くて、これ5、コスト5っていうのがミソで、まあなんかギリギリね、なんかうまいこと使えるんだよね、このコスト5っていうのが。ただ、これもうすぐナーフ来て、これコスト7になってしまうんで、多分コスト7になったら根源の回帰はこれ3枚積みは普通に辛いんで、1枚や2枚に減らすっていう形かな。減らして、他のにするのかな。なんちゃらエボルブ今度来るから、ダークエボルブだっけ？ダークネスエボルブだっけ？次のパック。それ来たら、まあ、これの代わりになるものがなんかあるんじゃないかなと思っています。で、フェアリービーストはもうなんか序盤結構、こっちの引きが悪くて、で、向こうの引きが良かった時とかってバー取られて結構 HP 削られてしまうんで、そういう時の回復役ですね、こいつ。こいつはまあ優秀。手札があればあるだけ回復するから。だからまあ最大8、9回復するの、8か、回復するのかな。だからこれ強いんだよね。なんかこいつもね、2枚入れてる人とかいるけど、俺は1枚でいいんじゃないかなと思う。なんかこいつが2枚いることによって逆に事故ってしまう場合とかあるのよ。こいつ結構最初になんか2枚とかさ、手札引いちゃった時、これコスト6だから邪魔なんよね。だから俺はこいつは1枚でいいと思うけど、2枚入れてる人もいる。はい、こんな感じ。これで全カードかな。まあとりあえずだから、あれやね。増やす、俺のこのデッキの中で増やすとしたら、リノセウスと、エンシェントエルフです。で、抜くとしたら、ウォーターか、ベビーエルフメイ、もしくは、ベルエンジェル。って感じです。光の道筋はね、これ入れるのがこれベターになるんじゃないかなと俺思うんだよね。今後エルフで。てか、もう気づいてる人は多分入れてるんじゃないかな。あ、まだ俺は会ったことないけど、なんで入れないのかが、みんな入れてないのかが逆に俺分からないぐらいだから、これ普通に入れた方がいいと思う。事故ないしな、コスト2だし、これ来たところで。なんかこれが手札に序盤に来ちゃって、で、新たな運命持ってないってなったら別にこれ使っちゃえばいいだけだからね。ほんなら1枚引けるから。だから別に事故るわけじゃないからね、光の道筋入れてたところで。で、他になんかもっと入れなきゃいけない重要なカードとかも特にないんで、このメイフエルフに関しては。なんで別に入れていいと思うんだけど。入れてない人は、なんでなんだろうね。わかんない、俺は。まあ、単純に、気づいてないってこと。まあ、別に入れる必要もないぐらい強いからかな。なあ。ほんで、勝ちパターンの話してなかった。勝ちパターンとしては、さっきみたいにちまちま殴って削り切るっていうのと、リノセウスで、削り切る。ちまちま削ってて、リノセウスで最後フィニッシュで削り切る。で、あとは、エンシェントエルフで、ゴリ押す。エンシェントエルフ、もうこれ、コスト3だからね。結構、序盤で、めっちゃ強いから。なんで、これでゴリ押す。もしくは、冥府への道で、完成させて殺す。って感じかな。で、そうなった時に、やっぱり根源への回帰を使っての時間稼ぎ、ドロー妨害や、こっちの手札がよく回るように、ワンダーエルフメイジをちゃんと使っていきましょう。リサイクルして使っていきましょう。って感じです。こんなもんかな。まあ、ベビーエルフメイとかの効果は相手に、ランダムな相手に、フォロワー1体に1ダメージなんだけど、これは運だからな。
あんまこれに頼って。あ、結構ね、なんかベビーエルフ名出して、こいつか自然の導きで戻して、ベビーエルフ名出してってやる人いるんだけど、それ使い方を間違っていて、この自然の導きの使い方は、まあ、場合によってはそれでもいいんだけど、俺としてはもっと強いのは、自然の導きの使い方は、これこれこれ。ワンダーエルフ名人使うか、リノセウス。リノセウス出して、あの自然の導きで戻して、またリノセウス出してみたいなのでも使えるんで、って感じかな。リノセウスは、あの、やれば、あの、動けば動くほど強くなるから、最後の爪の時に。使うっていうのがいいかな。あ、で、マリガンに関しては、マリガンは、まあ、収穫祭が手札に来た時は、持っといてもいいし、持ってなくてもいいしって感じかな。まあ、序盤とりあえず、さっさっさっさと回すために、フェアリーサークルは残していいのかな、マリガンの時は。まあ、フェアリーサークルだった、まあ、ウォーターフェアリーとか。あとはね、まあ、新たな運命とかだね。新たなる運命、光の道筋とかで、まあ、1ターン目、2ターン目は、まあ、置いといてみたいな感じで。うん、そんな感じかな。マリガン、まあ、結構適当でいいよ。うん。エルフなんか俺、マリガンあんま考えてないしな。とりあえずなんかこの辺の1コスから2コスあたり手札に残ってりゃいいや、みたいな感じでやっています。あ、新たなる運命が手札に2枚とか3枚とか来ちゃった時だけは絶対に戻した方がいい。これもったいないから。だね、そんな感じか。はい、以上になります。メイフエルフの説明は。今回の動画ね、ためになったよとか面白かったよって方はね、よかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。それじゃあまた見てください。バイバーイ。